魔力封じ。誰かいるの？王族の血、王族の血、ようやく手に入れた。聞いてもいいかしら？私の血を何に使うの？君の血は魔人の血、血。ほら、まだ足りんのか？お前しか考えられないんだよ、犯人は。もう一度聞く、アレクシア王女をどこに隠した？普通にもバリエーションをつけてやらないとな。知らないです、本当に何も知らないです、もう許して。まあしかし、これいつまで続くんだろうね。あまり血を抜かれると困ってしまうわ。こんなはずじゃなかった、全部バカどものせいなんだ。そうね、私もバカは大嫌い。あと少しで完成させなきゃ。僕はアーモンだ、アーモンだ。そんなひどいわ。君の血、忘れてた。お待たせしました、ゼノン公爵、協力に感謝します。いえ、アイリス王女。それでシド・カゲノウという生徒が犯人である可能性が高いそうですが。状況的に怪しいのは事実です。ただ私は彼を信じたい。私も妹の学友を疑いたくはない。彼については報告を待ちましょう。上層部としては扱いづらいのでしょうね。私はお気持ちはわかります。弟、シドを助けに行くのよ。邪魔しないで。クレアさん落ち着いて。私は冷静よ。弟のために、家族を思う気持ちは皆同じ。待ってでした、お姉ちゃんがすぐ運んで抑えなさい。